柔道儀、空手道儀、合気道儀、旧道儀、道儀とは、武道や武術などに用いられる衣服の一種である。別名同意。主に柔道、剣道、少林寺拳法、空手道、旧道、合気道、居合道、抜刀道、なぎなた、ブラジリアン柔術、三歩、か道、日本拳法、大道塾空道、重剣道、探検道、浄道、手近道テコンドーなどで用いられる衣服を総称して、 道義と呼ぶことが多い。本記事では道義以外に防具なども紹介する。道義の素材は吸水性が高く着心地の良い面、さらしか洗濯しやすいポリエステルやテトロンであることが多い。色は生成色、白、黒、紺など武道により色が異なることもある。さらしは白く高価で、気なりは見さらしであり、アンカー、未漂白のため丈夫である。 選択をしていくうちに徐々に白くなっていく。武道武術は古い文化だが、角川国語大辞典初版、書籍、柔道大辞典、三星道国語辞典五版、第一輪第三版には、道義、道位の項目はない。三星道国語辞典七版には、道義、同位の項目がある。第一輪第四版には、道義の項目がある。 現在の都市の武道における武道着の形状に同意を改良したのは行動間柔道が始まりであり、行動間創説の当初はそれまでの古流柔術の乱取り稽古用の同意をそのまま使用しており、土手で肘まで下ばかも短く腿のあたりまでしかなかった。擦り傷が耐えなかったため、1907年頃従来のものに洋服の要素を取り入れて現在のように改良された。 この改良により、技の範囲も広くなり、投げ技の進歩を助長した。読み方は、上着。肌襦袢は異合同や剣道、弓道などで使われることがある。襟元が上着から見えないことが望ましいとされる。商談や演舞用は襟元が白いものが使われる。T シャツで代用されることもあり、襟元を見えなくし、色が透けないように、 V ネックの白や薄いグレーの無地を使うことがある。下履き、ズボンや貝とも言う。袴は、合気道や、癒い道で用いられる。桃引き、捨てて子は、袴の汚れやすけるのを防いだり、動きやすくするため。夏は汗を吸い取り、冬は、防寒として使う。手ぬくい、タオルに使う。体型の補正や汗を拭うため。ありがとうございます。